皆さんこんにちは。本日はようこそおいでくださいました。コロナがまだ収束の目処を立たない中にありますけれども、今日はこのように大きなビニールシートを準備しておりますので、皆様の方へは飛沫は飛びませんので、どうぞ安心して、聞いていただけたらと思います。今日私の方からは、先ほどもご紹介いただきましたけれども、あなたの幸せを望まれる神、十字架の意味ということでお話をしていきたいと思っております。早速ですけれども、こちらのスライドをご覧ください。スライドの中に1万分の1という数字しかないじゃないかということなんですけれども、この数字はなんだかわかりますか？みんな首をかしげておられるんですけれども、東大の、クイズ番組なんかですと、少ない情報からパッとこう推理してこれじゃないかということですね。もちろん知識も豊富だからパッと出てくるわけなんですけれども、この1万分の1というのは、実は先ほどテーマが書かれていた表紙のページに出ていたものと関係があるんです。白爪草のですね、三つ葉の中に四つ葉のクローバーが発生している確率がこの1万分の1ということなんですね。割合にすると 0.01% なんです。でこの四つ葉のクローバーは何の象徴かというと、もう分かってますよね。幸せの象徴ということで、四つ葉のクローバーを見つけた人は幸せが訪れるということでですね、小さい頃なんかはよくこの三つ葉の中に四つ葉があるかなっていうので結構探されたことがあるんじゃないかなと思うんです。ちなみに四つ葉のクローバーを見つけたことがあるよっていう方いらっしゃいますか？あれすごい多いですね。あれほとんどの方が見つけているということで、四つ葉もどきもあるのでちょっと注意が必要なんですけども、いやまさかの結構皆さんもう今幸せですかね。そんな形で本当は1万分の1なのでかなり滅多に見つからないものなんです。ですので本当はこう言いたかったんですね。誰もがこの幸せを見つけようと努力するけれども、なかなか見つからないものだよっていうことを、言いたかったんですけども、皆さんも見つけておられたということで、ちょっと出鼻をくじかれてしまったんですけども、そんなところなんですけども、この四つ葉のクローバーのさらに深いところを言ってしまいますと、日本のこう地図を思い浮かべていただいて、日本が中心にありますよね。そこからこうずっとこう西の方に行った国にはこの三つ葉ないし四つ葉のクローバーの葉っぱ一枚一枚に意味を込めている国があるんです。その国というのは実はヨーロッパの国々なんですけれども、この葉っぱ一枚一枚どんな意味が込められているか、日本で言えば家内安全、商売繁盛、合格祈願あとは恋愛成就とかですね、そんなようなことがもしかすると込めるかもしれないんですけれども、このヨーロッパの諸国というのはこの葉っぱにこんな意味を込めているというんです。1枚目の葉っぱには信仰というんですね。信じるという意味ですよね。そしてもう1枚の葉っぱには希望という意味なんですね。信仰希望ときたら、これクリスチャンの方は次はあれだなっていうその通りなんですけども、次は愛なんですね。で三つ葉はこの3つの意味なんですけれども、4枚目の葉っぱのに込められた意味というのは、4枚目の葉っぱが入ることによってこうクロスするんですね、葉っぱが。そうすると十字架という意味が4枚目にあるというんです。さすがキリスト教信仰が根付いたヨーロッパの諸国だなということをですね思うんですけれども、なかなか深いなと思わされるのです。というのはこの十字架の意味を知った
クリスチャンは実は信仰、確かなものを信じる信仰、そして揺るぐことのない希望、そして変わることのない愛をですね、手に入れることができるからなんです。しかしながら、私たちの今生きているこの現代というのは、この信仰、希望、愛、これが著しく欠けている世界なんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、信じるということに関して言いますと、おととい私は、ちょっと出張に行ってたんですけども、ホテルに帰ってきてピッとこうテレビをつけましたら、ちょうど NHK の、まあ、ニュースがやってたんです。でそこでこんな特集やってたんですね。あのバーチャルネットの危険性っていうあの番組なんです。あの見た方いないですよね。あのちょうどそのバーチャルネットというのは、テレビのモニターの前にアナウンサーが立ってまして、で私今渋谷駅前にいますって言うんです。でこのモニターをご覧ください、このモニターの中にもこの渋谷駅前とそっくりの渋谷駅が仮想現実の世界でバーチャルリアリティでこう映し出されてます。そして私がこれから登録すると、そのバーチャルの世界にアバターという自分を投影させたキャラクターが出来上がりますということですね。カタカタカタってやってこのアバターが出てくるんですね。それでこう iPad のようなものをこう右に左に傾けたり、前に傾けたり、後ろに傾けたりすると、そのアバターがこう動いてですね、その渋谷駅の周辺をぐるぐるこう自由に動き回ることができるんです。で何をするかというと、いろいろそのアバターを他の方が作っている方と、まあ、コミュニケーションを取ったり、いろいろやっていくことができるというんですね。まあ、このコロナの時代にあっては、まあ、東京なんかですと、まあ、たくさん人が今でも出ていますので、まあ、そういったところで人混みに入るのは危険だなということで、そういったバーチャルの世界でコミュニケーションを取ったりしていくそうなんですけれども、あの注意してくださいねっていうことを言われてたんですね。それはバーチャルの世界ですと、自分も相手のことを実際顔を見たこともない、また初めて会話をする人なんですけれども、相手も自分のことを知らないので、なんかガードが下がってしまうというか、お互い知らない者同士だけれども、だから気軽にこう話しかけられるんですね。実際よりもあの人大丈夫かななんて思わなくても、こう気軽に話しかけることができるんです。そして話しかけているうちに、だんだん本当に会ったかのような錯覚にとらわれて信頼し始めちゃうんですね。信頼してなんか親近感が湧いてきて、でつい聞かれたら自分の個人情報をうっかり漏らしてしまったりするそうなんです。そうするとその方が良い人であればいいんですけれども、中にはストーカーであったりとか、あの誘拐犯であったりとか、そういう方が情報を聞き出したくて、そういう近くに近づいてきて、ね、こう情報を引き出して何か犯罪に使われるようなことも多発しているというんですね。だからそういった使い方は気をつけてください、個人情報は絶対漏らさないでくださいということを、まあ、言われてたわけなんです。で今の時代というのは結構あれですよね。私たち小さい頃は、ね、誰にでも挨拶をして、ね、困っている人がいたら助けてあげましょうなんていう教育でしたけれども、最近は見ず知らずの人とは話しちゃいけないよと言われちゃうので、困ってそうな人がいてもなんかこう言っていいものやらどうなのかっていうちょっと戸惑いがあったりして、まあ、とにかくこの人をこう信じられない、なんか人を信じることがイコールこう危険性につながってしまうような、なんかそんな時代になってるんじゃないかなと思うんですね。でもこう人はこう信じなければ、何かを信じなければこう生きられない動物です。電車に乗るにしても何するにしても、この電車は大丈夫かな、いちいち、ね、そんなこと考えませんけども、大丈夫だって信じているので電車に乗って移動するわけです。人も信じて接するわけですよね。でも信じるということを否定されたら、なんか心が不安定になってしまうんですよね。でもこの世の中には本当にこの確かなもの、信じて大丈夫なものって
なんか少なくなってきてるんじゃないかなということを思わされるのです。そして希望ですね。希望もそうです。最近俳優の三浦春馬さんですか、あと女優の、あの方は何でしたかね、竹内優子さんが相次いで亡くなられました。死因は自殺じゃないかということでニュースでやっていたんですけれども、竹内優子さんというと今会いに行きますという映画やってました。で私もちょっと見に行ったことがあるんですけれども、本当にこうストイックな演技をされる女優さんだなというふうに思ったんですね。そして、女優という本当に狭い門をくぐり抜けて、でその本当にこのトップまで上り詰めていくためには本当にこの才能だけではなくて多分相当な努力を積み重ねてそこまでたどり着いた方であると思うんです。もう本当にこの人が羨むようなそんなところを輝かしいところにいる方だったと思うんですけれども、やはりでももし本当に自殺が自分で命を絶ってしまったということが本当であるならば、やはり私たちの心の中には何かこの満たされないものがあったりとか、何か将来に対する不安がいつもある、そんな本当に暗い世の中に私たちは生きているのではないかなというふうに思わされるんですね。出張なんか行きますと2回に1回はこの電車のテロップにどこどこ駅とどこどこ駅の区間で人身事故が発生しておりますみたいなですね、こうテロップが流れるんですね。あれを見るのがすごく私は嫌なんです。この 人身事故というのはいろいろ思ってしまい考えてしまいますよね。この駅のホームから飛び降りて電車に轢かれて、もしかして命を絶った人がいるんじゃないかな、そのことをちょっと連想してしまうんですね。でもこの世界を見ますと世界保健機関 WHO これのデータによりますと40秒に1人の方が自ら命を絶っている、それが今のこの世界の現実だというんですね。年間にしますと80万人の人が命を絶っているというんです。自ら命を絶つということはどういう状態か、それはもう明日にもう生きるための希望をもう見出すことができない、もう何の希望も見出すことができないという状態に追い込まれている人がこの世界にはたくさんいるという現実なんですね。それが私たちの住んでいるこの現実なのです。戦争の時代ではないんですね。戦争の時代はもう明日生きていくための食料が手に入らない、そういう時代では今ありません。食物物質いろんなものに囲まれて生きているんですけれども、今そうではないというんですね。そして愛に関してはこのコロナの時代こんな声が上がっていたんですね。コロナウイルスより怖いのは人間の内側に住む悪魔だっていう声が上がってきたんです。それはどういったところから上がってきたかといいますと、このコロナの騒動が本格的に始まる前、私も通勤途中にこうドラッグストアを取り掛かりましたら、もう7時半からですね、もう人がダーッとこう行列並んでるんですよ。であれこれそんな特売日なのかななんて思ってましたら、もうコロナが来るということでもうマスクとかトイレットペーパーを買い占めに大勢の方が並んでいる様子だったんですね。で私それ知らなかったんですけども後で気がつきまして、それでこういろいろニュースを見てましたら、こんなことが書かれてました。ドラッグストアの店員に対してもう2時間待ったお客さんがマスクはどこだと、俺マスクを買いに来たんだけど2時間前から並んでるけど1枚も置いてないじゃないかと、早くマスク持ってこいというわけなんですね。
でも店員さんは、すいません、マスクは今切れておりますので、もうしばらくお待ちください。しばらくっていつだよと、いつになったら買えるんだよというわけですよ。でも入ってこないことには、まだメーカーの方が準備できていないので、そういうこと聞いてんじゃねえんだよということでですね、もうすごいこのもうモンスターなんですか、客がですね、すごいこの食いつくわけですよね。それで申し訳ございません、申し訳ございません、店員はひたすら謝って、で電話も鳴り止まないんですね。もういつ入荷するんですか、どうなってるんですか、もう何回も何回も一日何百回も謝っている間に、そのドラッグストアの店員さんの中には、ノイローゼに発症してしまう人がたくさん出てきたというんですね。そしてコロナで自粛になれば、家で夫婦喧嘩が勃発し、家庭内 DV、 もうコロナ離婚という言葉までできてしまいましたけれども、本当にこの世の中はもう自分が窮地に追い込まれると、人間というのは本当にこの豹変してしまう、そのようなものなんですね。もう人を傷つけようが、もうなりふり構わない、もう自分が欲しいものを手に入れるためにはもう何をしてもいい、そういう思いに支配されてしまうのが人間なのです。人間の内側には悪魔、もう罪があると聖書は語っているんですね。ところでこの聖書の中には、この信仰、希望、愛というワードが含まれている有名な聖書の御言葉があるんですけれども、そちらを出したいと思います。今日はコロナの感染防止のために聖書は準備しておりませんので、スライドの方に移させていただきますので、そちらをご覧ください。それはコリント人への手紙第1の13章13節というところになります。ぜひ覚えて今日帰っていただけたらなと思うんですけれども、お読みしますと、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら3つです。その中で一番優れているのは愛ですというんですね。この御言葉をクリスチャンの方はもう暗唱してますので、先ほどのクローバーの話ではパッとこう分かるわけなんです。でここで注目していただきたいのは、この色がついてない部分なんですけども、いつまでも残るのはというところなんですね。実は聖書が語っているものというのは、私たちが目に見えるもの、それは一時的ですよっていうんですね。ですので私たちが目に見えないもの、すなわち永遠に続くもの、いつまでも変わらないものを私たちは追い求めなさい、それを手に入れるように努めなさいと聖書は語っているんです。この聖書の中に実は人が求めるすべてがあるんですね。そのことを今日ぜひ知っていただけたらなというふうに願っています。ところで私は、しがないサラリーマンなんですね。ケーキメーカーに勤めています。食べるケーキではありません、間違わないようにちょっとケーキって書いておいたんですけども、群馬県の桐生市にあるこんな会社なんです。で私は この建屋にいつもいるんですね。そしてこんな測定器を作ってます。右上の赤い赤が我が社のブランドカラーとなっているんですけれども、計測機械なので、こう基板を今プローブでこうテスターで当たっているところが出てますけども、電気が主に専門で、機械、あとはプログラミング、こういった専門知識がここで仕事するためには必要なんですが、私は化学が専門だったんです。そしてこの会社に入ってからが大変でしたね。先輩からモンキースパナ持ってこい、機械系の仕事もたくさんありますから、モンキースパナってモンキーってあれ猿だよなみたいなということでオロオロしていたら、お前モンキースパナも分かんねえのかと、もう何してきたんだということですね。もうバカ呼ばわりですよまあそんな形で非常に苦労したんですけれども、でも化学というのはですね、全ての分野の基礎なので、
まあ、それなりに化学も役に立つことがあるんですね。まあ、そんな形でせっせと働いているんですけれども、最近私が開発した開発品をちょっとだけご紹介いたします。それはこちらなんですね。ボルトです。まあ、ネジみたいなもんですね。このボルトは種も仕掛けもあるボルトです。どこに使われているかといいますと、こちらなんですね。車とかいろんなその乗り物のエンジンの、まあ、各部品を組み込むために使われるボルトなんですね。ですので普通のボルトに見えますけどすごい強度があるボルトです。でエンジンとか重要な部品を組み込むボルトなので、そこに求められるのは絶対に外れてはいけないということなんですね。もう緩んだらアウト。皆さんが乗ってる車でアクセルをバーンと踏んで交差点に進入して曲がろうかと思った瞬間にガタンってことですね。あのエンジンが分解して、止まってしまったら追突されて交通事故に遭ってしまいますよね。そうしますともうメーカーとしては大打撃です。もう倒産してしまうかもしれないですね。もうあの自動車のメーカーからは絶対に買わないようにしようということで、もう悪い噂も流れると思います。ですので各メーカーはしのぎを削ってですね、このボルト絶対に緩まないようにきちんと設計し、きちんと評価試験をし、バックデータを取りためてから製品化しているんです。でこのボルトはですね、こんな写真を出していますけれども、あのこういった水色の部材にナットをつけてこうクックックッとこうボルト締め込んでいきますけれども、このナットはですねクックッとこう回転していきますと、このナットの回転角をこちらの右方向に力が加わりますので進んでいきます。そうしますとこのボルトの中心部に軸力というのがかかるんですね。引っ張りのテンションの力が締めれば締めるほど強くなるんです。ですので軸力がぐーっと比例関係でこう上がっていくんですけれども、ある幸福点というところを超えるとこの軸力がちょっと寝てくるんですね。そして最大軸力を超えていくとちょっと下がってきて、その後は大変ですね。もう破断です。バーンって音ですね。結構音が出て一気に破断するので、この軸力というのはよく見ておかないと実験一つするのにも怖いんですね。作業者が怪我しちゃうんです。でしかもこの自動車に使うボルト強度が非常に強いですので、最大軸力の一歩手前ぐらいまで締めつけるんですね。ですのでもう組成変形した状態、組成締めというんですけれども、そういったところまで締めつけるんです。で自動車というのはこう赤道直下の暑い国、またはシベリアとかの寒い国でも販売します。それですごい悪路を走る車もありますし、10年20年長い年月使うもんですよね。だからすごい振動とか衝撃とか温度差とかをものすごい回数受けるんです。ですので自動車メーカーはめちゃくちゃ過酷な試験を行うんですね。でその試験で大丈夫だっていうのを評価するためには、その試験の前後でこの軸力が変わらないよっていうことを証明してあげればいいわけなんですね。そこでこの軸力ボルトというのを作りました。歪みゲージというのが赤い部分なんですけども、それをボルトの表面にもしくは中に埋め込んでおきまして、この歪みゲージというのを貼っておくとボルトが変形します。温度が変わっただけでもボルトって膨張したり収縮したり変化するんです。でそれぐらいの変化を読み取れるセンサーなんですけれども、100万分の1の変化率を読み取ることができるセンサーを取り付けているんですけども、でその先にこう計測器がつながるんですね。でその歪みゲージは1枚200円ぐらいです。でも計測器が100万円するんですね。そちらでちょっと利益を得ているという内部情報なんですけれども、このボルト普通に買うボルトが例えば1000円だとしますと、その50倍の値段で、まあ、ざっくりですね販売したりしています。でもこれは悪徳商法しているわけではないですよ。日本は本当にこの労働力が非常にかかりますからね、まあ、そのぐらいの価格でも、まあ、売れるわけなんです。例えば1本5万円としますと1000本売れたらという、まあ、計算になるわけです。
でもポケットマネーにはね入ってこないんですね、サラリーマンは、残念ながら。まあ、どんなにね高くても社会のニーズを捉えたもの、どうしても必要なものというのはこれ売れるんですね。まあ、そういうことをちょっと考えますと、私たちが生きるためにこう必要なものというのがあると思います。それは例えば空気ですね。空気がなければ窒息してしまいます。冬にマラソン大会ありますね。そうすると空気をたくさん吸いたいという気持ちになりますけれども、マラソン大会冬にするのは酸素濃度がいっぱいあるからですよね。まあ、これからそんなシーズンになります。あとは水ですね。水がないと私たちは干からびてしまいます。私たちの体の中にも何パーセントですかね、水がほとんどですよね。そしてあと太陽です。太陽の光がソーラーパネルで光エネルギーに変えられますけれども、昨日はブルームーンということで2020年で一番小さな満月が見られる日だったというんですけども、夜月明かりがあるとホッとしますよね。でもその月の光も太陽の光を浴びて反射しているわけです。太陽がなければ私たちは何も見ることができませんし、食物は育たないので食料もなくなってしまいます。私たちが本当に生きるために必要なものというのは実は全てタダで提供されているんですね。まあ、先ほどのボルトの話じゃないですけど、私たちがこう生きるために本当に必要なものであれば、本来であれば大金をはたいてでも買わなければいけないものであると思うんです。でもそういう大事なものに限ってこうタダで提供されているというのは本当に不思議なことだと思うんですね。で実は聖書はもうあなたを生かすために、私たちが生きていくために本当に必要なものすべてをこうタダでプレゼントしてくださっている方がおられると語っているのです。私たちは計測器を作っていますけれども、ソフトウェアが必ず必要なんですね。このソフトウェアを動かすためには右側にありますようにプログラミング言語が必要なんです。で私ちょっとこれ苦手です。工学部出身なのでちょっとこう C 言語っていうのをちょっとね教養でやったんですが、いやさっぱり理解できなかったですね。このボタンをクリックしたらこういう機能が発現するようにするにはこういうプログラムを組み立ててこういうふうに戻るようにするんだみたいなですねことをやったような記憶があるんですけども、一箇所でもこのスペルが違ってるともう機能しないんですね。だから膨大な量あればあるほどどこで間違えたんだろうというのを見ていくのにすごく時間がかかるんです。でソフトウェアの、ね、開発をしている同僚にちょっと話を聞きましたら、こんなことを言ったんですね。この簡単なやつはいいけれども高度な機能を持ったソフトウェアを作ろうとすればするほどこの論理的かつ膨大なプログラム言語が必要になるんだよ。だからもう土曜日も日曜日も休んでる場合じゃないんだよ。もうお客さんに出さなくちゃいけないからさってことで、お前はいいよなみたいなですね話をまあされたんですけども、まあ自分もねこの世界に入らなくてよかったなとまあ思うわけなんですが、ところでですよ、私のたちの体の中にはこういうものがありますね。 DNA の二重らせん、この体の中に細胞からはできているわけですけども、細胞の中に核があってその核に DNA が入っているわけです。私たちの体の設計図が入っているわけですね。アデニン、チミン、グアニン、シトシンという4つの塩基配列でこう文字情報がこう組み込まれているんですけども、どのぐらいここに入っているかといいますと、細胞1個の核に含まれている遺伝情報は32億個の化学の文字で書かれているというんです。そしてその情報量は1000ページの本にして3200冊に相当する、それほど膨大な情報が1グラムの2000億分の1でしかない細胞の核の中に書かれているというんですね。この人間が作り出すもの、パソコンもそうですけど、今映写機でこう映してますけども、今はね慣れちゃってますけども、パソコンがない時代からしたらこれ魔法のようですよね。何これっていう、今ね普通に見てますけれども、こういったものを作るのにもものすごい
文字でこのソフトウェアというのは作られているんです。でも私たちの中にも文字情報が書かれているんですね。で実は私たち人間はこの神様に似せて神様に愛されて特別なものとして作られたと書かれているんですけども、動物の中を見渡してもこんな文字言語を操ってこんな魔法のようなすごいものを作り出してしまう動物っていないですよね。人間ってすごい魔法のような能力を実は神様によって与えられてるんです。神様に似せて作られているの で私たちの体の中には文字が書かれているんです。実は私たちを作った方がおられると聖書は言ってるんですね。筑波大学の名誉教授、村上和夫さんという方がいらっしゃいます。生命科学の第一人者です。この方は雑誌の中でこのように語ってるんですね。ちょっと文字が小さくて申し訳ないんですけども、サムシンググレートというのは、ある偉大な存在ということです。この方は科学者ですので神という言葉は使いません。ですのでサムシングレートという存在で語ってるんですけども、それちょっとお読みします。サムシンググレートがどんな存在なのか私にも分かりません。しかしそういった存在を特定想定しなければ、小さな細胞の中に膨大な生命の設計図を持ち、これだけ精妙な働きをする生命の世界を当然のこととして受け入れることは私には到底できないことでした。それだけに私は生命科学の現場で研究を続ければ続けるほど、生命の本質は人間の理性や知性だけで説明できるものではないと感じるようになりました。ちょっと飛ばしますけども、さらに言えば世界の富をすべて集めても、ノーベル賞学者が束になってかかっても、ごく単純な大腸菌一つ元からゼロから作れないというのが現実なのです。にもかかわらず私たちの体には約37兆個の細胞が存在し、お互いに助け合いながら調和を保って生きている。これは本当に不思議なことです。それだけに我々は大自然の不思議な力で生かされているという側面を決して忘れてはならないと思うのですと書かれているんですね。この生命科学の第一人者の方は、研究を続ければ続けるほどある偉大な存在がおられるということを肌で感じるというんですね。もうそれはちょっと否定できるもんじゃないよっていうことを言っているんです。そして私たちの人間の能力についても触れています。大腸菌一つノーベル賞科学者が束になっても作れないんだってことを言っているんですね。私たちの体ってすごいですよっていうことを、まあ、言ってるわけなんです。ここでちょっと聖書の言葉を一箇所、ご紹介します。それはローマ人への手紙の1章20節というところになりますけれども、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られはっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。結構聖書ってはっきり物事を言ってるんですよね。神様という方はまず目に見えないお方ですよ。神様の力というのは被造物、作られたものを通してはっきり認められるのですって言ってるんですね。私たちの体には言語で書かれている、そして高度な機能を備えるように作られているんです。そして私たちもその神様に作られた証拠として、この言語を操り、さまざまな優れたものを生み出していっているというのが一つの証拠ではないかなと思うんですね。人は創造主なる神によって作られ生かされている存在だということです。そして今日皆様にご紹介したい方は、私たちの創造主、まことの神様のことなんですね。このお方があなたに望んでおられること、それは本当の意味で皆さんが幸せになることであるんです。そのことを3つのポイントに絞って後半お話したいと思うんですね。聖書の箇所はルカの福音書19章10節になります。人の子は失われたものを探して救うために来たのですというんです。この人の子というのは、
人間を指しますけれども、これは一般的な人間ということを指しているのではないんです。この人のことはイエス・キリストを指しています。不思議な言葉だと思いますね。実はこのイエス・キリストという方は神ご自身である方なのに、人となられたので自らを人の子と紹介されたのです。今日のポイントはこのイエス・キリストが来られたのが誰のために来られたのか、そして何のために来られたのか、そして何をもたらすために来てくださったのかということを考えていきたいんです。一つ目の誰のためですけれども、これは失われたもののために来てくださったですね。少し前のドラマになりますけれども、このドラマ見ておられた方いらっしゃいますでしょうか。大恋愛というですね、僕を忘れる君とというドラマだったんですけども、普段あまりテレビ見ないんですけれども、ちょうどこの時見ていたんですね。このドラマというのは、この戸田恵梨香演じる優秀で可憐な女医さんを、こう女医さんがですね、アルツハイマーにかかってしまうんです。若年性アルツハイマーにかかってしまうんですけども、その彼女をけなげに明るく支え続けるこの売れない元小説家の夫、室尾剛がですね、ずっとこう支え続けていくというその物語なんですね。これなかなか切実なドラマでした。病気を、発症する前はもうこんな綺麗な女医さんで、もう理性的ですごいかっこいいんですけれども、この方がどん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 アルツハイマーにかかって、徐々に徐々に記憶を失っていくんですね。そして彼との思い出も一つまた一つと忘れていき、そして自分を支えてくれている彼も忘れてしまうんです。そしてやがては自分自身さえも分からなくなって、自分の帰る場所も分からなくなって、もう迷子、行方不明になってしまうんですね。そのような中で彼女がね、病気が進行していくその時々で残していたこの彼へのビデオレターが発見されるんです。でそのビデオレターもなかなかリアルでですね、最初は化粧をして本当に綺麗な日の打ちどころがない女性として、もう頑張ってね、応援してるよ、愛してるよっていうことをビデオに残すっていうんですけれども、1週間たち、1ヶ月たち、1年たち、どん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 その日にちが追うごとに、そのビデオレターに映し出される彼女の姿は変わっていくんですね。目はクマができて、もう化粧もしていない、血色が悪くなって、髪はボサボサ、着ているものもヨレヨレのものを着ていて、もう見るも無残な姿になっていくのです。そして時にはもう今後どうなっていくのか、何を忘れてしまうのか、自分でも怖くて、もう時に涙をし、もう発狂しながらこのビデオレターを残していく様子がそこには残されてたんですね。でそのレターを見た時に、この彼は奮起して小説を諦めかけていたけれども、またやろうという気持ちになっていくんですね。そして最後に行方不明になった後、この彼女を見つけた時に、見つける頃にはもうこの小説が売れて、売れっ子小説家になっているんですけれども、その小説を持ってこの彼女の隣に座って、こう小説を読んで聞かせてあげるんですね。そうすると何もかも忘れていたはずのこの彼女が穏やかにこう微笑むんです。反応を示すんですね。もうそのシーン、もうずっとこの二人の様子を最初から見ていた視聴者はもう涙なくしてですね、もう見られないんです。もうぐしゃぐしゃにしながら私もそれ見たんですけれども、私このねドラマ見た時にハッと思ってしまったんですね。
この忘れ去ってしまったものと、まあ、それでもこのね、けなげに支えていくものの関係が、この聖書が語っている神様とこうダブって見えたんです。この聖書によりますと、この失われたものというのは神様を忘れて生きている人たちのことです。創造主である神様によって作られて、そして生かされていることさえも忘れて生きてしまっている人たちなんですね。そのことを、ね、神様は怒るでもなく、なんとか思い出してほしいと今も働きかけておられている方なんです。皆様の周りで時にはクリスチャンの家族を通して、また親族を通して、友人を通して、そして時にはこの聖書本文を通して、そして時には街角で配られるトラクト1枚を通して、私のもとに帰ってきなさい、私のことを思い出してほしいと神様は常に働きかけてくださっている方なんですね。私のもとにあなたが求めているものは全部ある。あなたがたとえ神を忘れても、神はあなたのことを片時も忘れてはいない。あなたを愛しているということをですね、語りかけておられるのです。そしてそのために、この確かなことを信じることができるために、神の一人子が人の子となって失われたものを探し救いたいと願っておられるんですね。皆さんの中でこのクリスチャンの方ってなんか立派な人じゃないとなれないですよねって言われる方結構おられるんです。で、私は立派じゃないので言われたことないんですけれども、実はですね、聖書に出てくる立派な人たちというのはみんなキリストから離れ去っていったんですね。ただの一人も残っていないのです。でもそれとは逆に、全然立派でない人、私もそうですけれども、この集会の人もそうです。全然立派でない人だけがこのキリストのもとに残ったんですね。もうイエス様は失われたもののために来てくださった方なんです。そして2番目にですね、何のために来られたのかということなんですけれども、それは失われたものを探すために来てくださったのです。ここのところですね、コロナの感染防止のために軒並みですね、学校行事が中止となっています。私の上の子はですね、小学生なんですけども、授業参観も軒並み中止。そして先日、運動会があったんですけれども、家族の中で一人しか来ちゃダメっていうんですね。で、ちょうど私出張があったので、まあ、妻が行ったんですけれども、で、まあ、ビデオでも見るしかなかったんですが、もう学校の状態が様子が全然見て取れないので、なんかちゃんとやってるかなっていうのをすごく心配になるんですね。で、そんな中、下の娘は幼稚園なんですけれども、娘の運動会にはですね、出ることができたんです。もうそれしかないということで、もう気合い入れていったんですね。もうちょっと前に購入していたこの望遠カメラ、もう校庭の端から端まで撮れるように気合を入れて用意してたんですね。そして三脚にビデオカメラを取り付けて、で、ちょっと妻にはね、ちょっと撮影がちょっと下手だからちょっといいよってことで、一人二役買ってですね、出てですね、首にジャラジャラ下げながらビデオをこう一生懸命、ね、一人二役でやってたんですけども、娘のあの徒競走の番が来たんですね。それでスタートが一番端の方からですね、ゴール側にこう、まあ、陣取っていたんです。で、あまりにも離れてたので、もう顔が分かんないんですよね。さすがに目はいい方なんですけども、どんなに目を凝らしても見えないので、こういう時の望遠レンズだということで、こうカメラをですね、一生懸命拡大して、どこにいるかな、どこにいるかなとこう探したんですね。そうこうしているうちに東京走が始まりまして、なんか嫌な予感がしてきましたかねで、だんだん走ってるうちに、まあ緑の鉢巻きだから、緑のこのところ
スタートする人に照準を合わせておけば間違いなく大丈夫だろうということで、まあ、1人また1人とこういなくなっていったんですけれども、気がついたら最後の1人になってしまったんですね。であれうちの子じゃないってことで、もうすでに走り終わっていたんです。から何も取れてないんですね。から あんなに気合い入れてたのに何をやってるんだ俺はと思ってですね、もうガーンですよ。でも妻は、ね、ちょっと離れたところにいたんですけども、妻にちょっと聞いたんですね、あれさっきの取ったって。そしたら、あ、取れたよって言うんですね。あ、ってなんでっていうことで、ね、見えたのって言ったら、でも分かるじゃない、なんで分かるのって聞いたら、だって白いね、あの髪留めをして、で髪をこう横から出すようにして、そういうふうにやってたから、あの分かるよ遠くからでも、目が悪い私でも分かるよっていうことですね。と思ったんですね。で私はその娘の、ね、何の髪飾りをしているとか、どういうふうに髪が出てるとか全然意識して見てなかったんです。一生懸命カメラの性能に頼ってですね、探していたんですけど見つからなかったんですね。いやー、これ教えられましたね。さすがお母さんですね。髪を毎日言ったり身の回りの世話をしたり、よくこの娘のことを分かってるんです。そういう人じゃないと探そうとしているものが見つからないんですね。で私もハッとさせられました。で、まあ、よく言われることなんですけど、実は神様という方もそういう方なんですね。人の子イエス・キリストは失われた人の特徴を誰よりもご存知の方なんです。ですのでその人のことを確実に探し当てることができるんですね。もうその人がこれまでどんなふうに生きてきたか、どんなふうに悲しんできたのか、どんなわだかまりを持っていたのか、どんなことに喜んで、どんなことに関心があるのか、そういうことをもうあなた以上にあなたのことを案じて、あなたのことを愛して気にかけて求めておられる方があなたの神だと聖書は語っているんですね。3番目のちょっとポイントに移りたいと思います。一つ出すの忘れてしまいましたけど、こんな状態でもううじゃうじゃうじゃっていう感じですね。みんな同じ服着ているのでわからないんですね。もうこれどうしようもないです。これカメラ使ってもダメです。もうちゃんと印をつけて特徴をつかんで臨まないとダメですね。はい。そして3番目のちょっとポイントに行きます。何をもたらすために来られたのか、それは救いをもたらすために来てくださったというんですね。まあ、救いと聞くといろんなことをイメージすると思います。ある人は経済的な面からの救い、ある人は、人間関係からの救い、そしてまたある人は病気からの救い、まあ、いろんな救いというのを連想すると思うんですけれども、実は神様はもちろんそういった救いもあるんですけれども、一番神様が望んでおられること、与えたいと願っておられることは罪からの結果、罪の結果からの救いだというんです。そのためにわざわざ神である方が人となられてこの地上に来てくださったと言っているんですね。あの皆さんスマートフォンお持ちですよね。まだガラケーという方もいらっしゃるかもしれないですけども、あの私はスマートフォン手放せないんです。ちょっと暴露してしまいますと、あの私はあの極度のですね、あの方向音痴なんですね。あの極度のというのは生半可な方向音痴ではないですよ。あの普通にですね、あの目的地分かってるんですよ。もちろん目的地は分かってます。その方向に進んでるはずなのに、なぜか逆方向にね車の舵を切ってしまうんですね。で自分では全く気づいてないです。このまま進んでいけばゴールに行けるってもう自信を持ってるんですけども、もうハンドルを切るたびにですね、妻が隣ではーってため息がつくんですね。であ、やってしまったかなとその時思うんですけれども、ちょっとプライドがあるのでね、もうそのまま行っちゃうみたいなですねところがあるんですが、本当にあの出張の時困ります。あの確実に目的地につける自信がないんですね。ですのでもうスマートフォンも手放せないです。
もう常に GPS をつけてこう今は自分はどこにいるかなってこうたまにあのずれたりするじゃないですか、トンネルとか、ね、いろんなところで特に都会に行くとずれるんですよね GPS が。そうするといつになっても目的につけないっていう現象が起きてしまうんですけども、だからすごく、ね、怖いんですね、このスマホの特にこの電池の残量、あと何パーセント、あと何パーセントってこう気になるんですね。電車の乗り換えもちなみに苦手です。もう田舎者育ちなのでもう常に電車の乗り換え、次はなんだ次はなんだってことでもう電源オンしするんですけれども、まあそのような形でもうスマホ頼みなんですね、まあ、今の時代で本当に良かったなと私思うんですけれども、あのこのバッテリー切れはですね、もう私の出張の成果につながってしまうんです。目的地につけなかったらですね、お前何しに行ってきたんだ、お客さんカンカンだぞっていうことになっちゃうわけですよね。ですのでもうスマホの電源はもうバッチリ充電をしてバッテリーを持って出張に出かけます。でもこのスマホがね、電源から切り離した瞬間からどん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 バッテリーが減ってなくなっていくように、なくなったら使えないですよね、もうただの鉄くずというかそういうものになってしまいますけれども、この私たちもこの命の源である神様からこう罪によって切り離された状態にあるんだと聖書は語っているんですけども、その状態でこのまま生きていくならばもうスマホのバッテリー切れのような状態、永遠の滅びに地獄に私たちは行ってしまうんだと聖書は語っているんです。もうその世界からは二度と戻ってくることができない世界だというんですね。でこの死後の滅びから私たちを救い出すためにイエス・キリストという方は天からこの地上に下ってきてくださったんですね。ところで皆さんはこの絵本ご存知でしょうか。100日後に死ぬワニという絵本なんですけれども、これは、菊池雄貴さんという方がこの絵本を書いた方なんですけれども、主人公がワニなんですね。そして人の言葉を話すワニなんです。でこんな形で4コマ漫画になってまして、もう日常の何気ない様子が淡々と続いていくんですけれども、一番コマの下のところに島であと何日っていうふうにカウントダウンが書かれているんです。このことはワニ自身は何も知らずに楽しく毎日生きているんですけれども、このねワニの、ね、死が近づく中で最後このワニはよく眠れる安眠ベッドを買おうってなことになるんです。でその安眠ベッドを注文するんですけども、すいません人気商品ですのでもうこの入荷1年後になってしまいますと言われて、ああまあそれでもいいですということで、あと1年後には安眠できるのかということで、まあ、喜んでですね楽しみにその時を待つんですけども、もう島であと1日になってるんですね。その頃には1年後ってもう死んで1年後っていうことになっちゃうわけなんです。そしてワニはその死を迎える当日、友達から誘われてお花見に行く途中で車にはねられて突然死を迎えてしまうんですね。でこれを書いた菊池雄貴さんという方はこのいつか死ぬということを子どもたち、まあ、大人もそうですけども、この漫画を読む人たちに意識してもらうことによって行動や生き方をより良い方向に向かわせてくれるんじゃないのっていうことを目的に書いたそうなんですけども、実はこれを読んだ子どもたちの中にあのノイローゼになってしまう子が出てきたというんですね。まあ、それはこんな現実をこの漫画が語っているからです。ワニだけではない、私たちもいつかは必ず死がやってくるということなんです。私たちはこの死の問題についてあまり深く考えずに生きていると思います。もう解決を持たないので、私たちはこの死という問題を深く深く考えていくとノイローゼになってしまうんですね。しかしイエス・キリストはこの死の問題を解決するためにこの世に来てくださったのです。
AD30年、このイエス・キリストが十字架につけられる、そして殺されるということが、世界史の年表にその中心にこう載ってるんですね。で、私中学生の頃、部屋のロッカーの天井に近い壁にその世界史の年表が貼り出されてたんです。それでこのずっとこう見ていた時に、その世界史の年表の中心にイエス・キリストが十字架で殺されるって書いてあったんですね。もちろんその前にイエス・キリストが誕生ということも書いてあったんですけれども、その意味について私クリスチャンになってから知ることになったんです。神様という方はこの人の姿をとって、そして飢えや苦しみ、そして悲しみのすべてを経験されてこのようにおっしゃったんですね。私はこの世界を裁くためではなく救うために来たのだと言われたのです。そして信じる者には永遠の命を与える道を用意するために、そして死の結果であるあなたを救い出すために、あなたの身代わりとして十字架で死なれたのだと聖書は語っているんですね。そしてこのことを信じ心から受け入れる者に罪からの許しと解放を与えてくださるために、イエス・キリストは十字架上で処刑され、また救いの保証としてその3日後によみがえってくださったのです。神様という方は愛なんですね。私たちが一人として滅びることなく永遠の命を持つものとなるために、私たちの愛をもう誰が見ても信じて疑うことがないように、あの十字架の上に自らを貼り付けられて死んでくださったというのです。私たちがどんな逆境の中でもこの神様の愛から離れることがないように、神様がいつも私たちの共におられて支え、慰め、励まし、そして助けてくださる方であることを教えてくださるために、神はイエス・キリストを十字架にお付けになったのです。この神様のうちに私たちの求める本当の幸せが用意されています。ぜひ聖書が示すこのお方をご自分の救い主として信じ受け入れてくださいますように、心からお勧めしてお会いさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。